こんにちは。今日も高知競輪場お越しくださいましてありがとうございます。それでは今からですね、はい、スペシャル MC 松本周平様によります、明日のね、はい、親子だろ走ってくれて、地元がね、はい、ぐっとまた盛り上げてくれると、またその正午に、この間ちょっと惜しかったけど、キレイレースで2着へ入った、サファイ君もね、はい、ノリノリもまた絶好調で来てくれちゅうはずやけど、ね、よろしくね。それからね、はい、明日、2レース、地元のトップバッターで走る、浜口君、はい、浜口健二君がね、明日2レースで走ります。気合入ってくるね。はい、まあ、トップバッターなので頑張ります。で、まず浜口君の前を走りそうなのは大川君という人がおるわね、はい、しっかりついていけるの。頑張ります、はい、うん、大丈夫です。いや、不安もね、やっぱりここでよ、こっそり聞いちゃいてよ、あいつ切れそうなかったらよ、やめちょいて、ついていて、ひょっと抜くやったら明日買わないかんようと思うところがあるきよね。どうだよ、まあ、4コーナー勝負できるように頑張ります。そういうのはついていけるね、ビシッとね、はいはい、もう明日まずコーチのトップバッターへ盛り上げてくれないかんで、はい、お願いします、ね、はい、ちょっとください、よろしく。明日は1着か2着かというところで、はい、頑張らないかんね、はい、はい、頼むで、はい、頑張ります。やっぱね、師匠に言われるとでも頑張りますしか言えん。林君、林くん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 は明日4レースだったかな、3レースよね、3レースだったね。それで明日の3番手という話やけど、はい、3番手というのはよく迷います。はい、番手より3番手がええ。林くんがこう自分らから見たら駆け出しも早いし、それからスプリンタータイプだよね。3番手の方がひょっとしたら意外な色かと思い言うけど、そうでもない。明日は言うたら、まあ3着まで緩めちゃうかい、2着かい、1着しゅうへいちゃん、林選手一言も走ってない。1着、1着から3着間、1着から3着の間ということは、この不安の方がこうで構わんということやね。はい、頼むで。たまに嘘を言うときあるんで、ね、大丈夫、はい、よし。そしたら明日ね、コーチの不安は林君もまず何かを指示に置いといてでも帰るというか行くかい。はい、はい、みんな頑張ってよ、はい、頑張ってよ、応援よろしくお願いします。さあ続いて篠原龍馬選手です。はい、こんにちは。龍馬、こんにちは。前回追加配分でいて優勝して、はい、ノリに乗っちゅうがない、はい、佐々木ノリ君ば乗っちゅうがない。え、頑張ります。大丈夫、大丈夫です。で明日はこうレースをちょらっと、チラッと見せて、見てもらおうたら、はい、自力で行こうというように、ちょっと話聞いたけど、はい、そうですね、はい、まあ自力は磨い中期、はい、前回まあ、その初日の感じで、はい、その開催のなんかこう行く末を、はい、どっちか言えば初日にこうムードに乗る方か、そうですね、はい、その感じで初日長い乗れたらちょっとええところで行くんちゃうかなと思いますけど、はい、それはええところにいてよ、はい、まあ、そのつもりで来たんで、はい、そうやってね、ちょっと話を聞いちゃったけどね、心強いことを言った、もう今度優勝したけど今度はもう一発取ろうと、ほんで頑張ってよって言ってたら、うん、頑張ろうって言ってたら、今ね、ちょっと気がちょっとみんなの前に恥ずかしいかもしれんけど、取ると言おったね、取るって盗むかと違うけどね、はい、ちゃんとね、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、いいと思います。吉松選手です。はい、吉松君、S 級でぼちぼち走りを見たんだけど、明日はこの3日間というか明日というか、一生懸命頑張ってもろて、うんと、こう、コーチに吉松ありと、先輩の前も走らないかんかんわからんで、そう、走れりゃ上等やけどね走れりゃ上等、うん、けど明日からのレースをちょっと見たら、うんと、岡山の人の後ろへ行きたいと、はい、うん、最近の先行はちょっと封して、明日はその番手を
いこと。そうですね、これから の, あのことも考えて、うん、ちょっと番手で勉強したいです。あ、気持ちいいね。どっかで聞いたことあるよ。ねえ、まあそういうことで、頑張って、高知芸人の運動を盛り上げなきゃ。ねえ、盛り上げたら直接も何かかり合いするがいい、かかり合いがあるがいい、ね、頑張ろう。はい、はい、どうも、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。吉松選手もね、周平さんのね、お弟子さんですからね。はい、今回2人もお弟子さんがいる。もうええき。佐々木君ね、まあちょっと記憶にまだ新しいと思うけど、4月ね、よく頑張ってくれて、もう一息というところやったけど、今度はもう一息とは言わさん、取ろうでと思うちゅうけど、で、明日はまず、11レースの3番手というように聞いたけど、はい、まあ、九州の3番手で、九州の3番手、はい、頑張ります。ということは、福岡と、その後ろは大分か。はい、それたら、あのメンバーはおそらく早めにかけてくれることはありそうなのかね。いや、どうしたら早坂の先行者みたいな感じなんでね。まあ、早坂がうまいことかけられたらと苦しいかもしれないですね。はい、あ、抑えて先行するということはないのか、あの人は。まあ、それはね、やっぱ2分戦なんでね。うん、まあ、小川もね、それは頭には入れてるとは思いますけどね。ほ、うん、はい、で、もしそういう風にして小川君がかけてくれて、後ろの番手の人が、マーク屋、本当のマーク屋みたいな人やき、小野君やき、ひょっとよかったら3番手から伸びるがもありそうなね。まあそうですね、まあ、うまくいけば、ね、500ですし、まあ、伸びることはあるとは思います。コーチのこの間の記念レースがもうちょっとやきよ。そうですね、取ってよ。そうですね、頑張りたいです。うん、ねえ、コーチのね、土佐の親子だからといって、これが松村さん親子のようなね、冠でもあるから、これを、何回か何回でも最後に取ってほしい。はい、頑張ります。はい、また明日3番手からということでよろしくお願いします。はい、まあ、そういうことで、コーチのこの5人がですね、明日から、親子高杯を盛り上げてくれると思います。で、皆さんも、うんと応援をしちゃってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。